はい、こんにちは、ケンです。ちょっとね、車を運転しようかなと、車のね、窓を拭いてから乗り込もうと思ったんですが、窓を拭いていたらですね、とんでもないものが、エアコンのね、内側に挟まっていて、なんだろうなと思ったら、あのカメムシがですね、エアコンの中で、天に召されてまして、まああのカメムシということで、エアコンをねつけた時にそのカメムシスメールがですね、まあ車内にね充満するということはなかったんですけれども、もうねカラカラになって、お亡くなりになってました。まあ今回の動画ですね、エアコンの吹き出し口から撮っている様子、まあカーライフ動画ですから、こういう動画もいいんじゃないかと思います。またコペンはですね、オープンカーですから、まあ、今日はねちょっと天気がね雨模様で屋根開けられないんですけれども、オープンカーでね走ってる時、虫がね侵入してくるかというねお話をしていきたいと思います。ということですね、まあ最初小さいピンセットでねここを取ろうと思ったんですけれども、手の甲がフロントガラスに当たってですね、なかなかつまめないというところで、あまり強くねつまむとですね、もうカメムシ君カラカラに干からびてますから、パリパリっとね割れてしまって、一部がですねその中に残ってしまうのが嫌だったので慎重に取ろうとしたんですが、まあちょっと短いねピンセットでは取りづらかったです。ですのでね、ちょっとメダカ用に使ってる長いね30センチぐらいのピンセットを使いまして、見事ねこのようにつまみ出すことができました。これねどっから入ってくるのかなと思ったんですけれども、要はあの車で外気を取り入れるときに、この外側のワイパーの下の方なのかな、なんて言うんでしょう、空気孔みたいのがあるんですよ。そういったところからですね、虫は侵入してきまして、まあこのエアコンのね、内側に入ってきてしまって、まあ、出られなくなってしまったと、そういった理由があるみたいですね。詰まったりねあんまりいいことはないですから、こういったところもね見ておくとよろしいかと思います。よくねエアコンのフィルターにね虫がくっついてたなんてね、交換するときに気づくっていう方もいますけれども、まさかのカメムシがね、倒れて裏返っていたのでびっくりしてしまいました。はい、そしてですねオープンカーで走っていますと、まあ虫の侵入があるかどうかなんていう話なんですが、まあ走ってる時はですね一応この風の流れがあるので、さすがにね走ってる最中にわーってね入ってくることはめったにないと思います。ほぼほぼないかなっていう感じなんですが、まあ信号待ちとか動いていない状態ですと入ってきますね。よくあるのが、まあ、夏場とかは蚊がね、茂みなんからへんに止めてると蚊がこうねふーんと入ってきますので、そこらへんが鬱陶しい感じですね。また害はないんですけれども、あれ蚊トンボみたいないるじゃないですか、蚊の大きいやつで足が長いやつ、ちょっと触るとポロって取れちゃう可愛らしい虫なんですけれども、あの子はですね、信号待ちの時にこう飛んできまして、さすがにちょっと払えなかったんですよね。赤信号がもう青に変わってしまったので、そしたらですねここの胸のところに止まってしまいまして、ちょっとね15分ぐらい一緒にオープンドライブを楽しんだ感じがありました。まあ、カトムクはここに止まっていて15分後に飛び立ってくれたんですけれども、普通のね方だとここのね人のフロントガラスのところでねむよ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 飛ばれるので、すごいね運転危ないんですよね。非常に困ったものですが、まあオープンカーでもですね、まあ通常の車であればねドアを閉めてしまえば、まあ窓もね閉めていれば侵入されることはないんですけれども、オープンカーの場合はね屋根が開いてますから、まあ、走行中はこのねこう風の流れがありますから入ってくるっていうのはねなかなかできないと思います。それでも停車中ですね、信号待ちの時にやっぱりね、偶然入ってきてしまう、偶然ね同乗してしまうというね、まさか相乗りでね、カトンボを連れてってしまうということもありますので、まあ突然のハプニングがね面白いっちゃ面白いですけれども、あんまり招かれざるお客
客さんをですね乗せたくないところです。はい、以上がですね、私の今回のね、オープンカーと虫にまつわる話、またカメムシがねちょっと侵入しちゃっていましたっていう緊急の動画でございました。ぜひ皆さんもね、こういったオープンカー乗っていて虫にまつわる体験談ございましたら、コメントにね書いていただけると嬉しいです。ぜひ動画へのグッドボタンやコメント、またねこういったまさにねカーライフのチャンネルですので、まあ虫がね侵入しててお亡くなりになってたなんていうのもねカーライフの一部だと思いますので動画にしてみました。ぜひ少しでも気になった方はチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。